この番組は簡単楽しいオンラインゲームのネクソンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。激突ガルス対バロー対超人アル、余計なお荷物はごめんだっぷ。お前らどっか行くのか。暇つぶしにフリマ行くの。フリマ？フリーマーケットのこと。今港町のサウスペリでやってて、いろんな種族のモンスターが店を開いてるのよ。じゃあ見たことないようなものが売ってたりするのか。まあね、不思議な効果を持ったレアアイテムが手に入ることもあるわ。面白そうじゃん。俺も連れてってくれよな。いいだろ。はしゃぎすぎて迷子になったりしないでね。ガキじゃあるまいし。ならねえよ。ニーナ、ニーナ、ニーナ、はぐれちゃった。まあいいか。世の中にはいろいろなものがあるんだな。人間の仲間か。近づくな。どっか行ってよ。行け行け。そうだ、俺は人間だよ。文句あるか。ありません。感じ悪いな。よう、嫌われ者。ハンジ、なんで顔隠してんだ。盗賊ってことがバレちゃ何かと都合が悪いんでね。それには盗んだものもあるんだろう。ないわけじゃないけどな。今や俺の大切なコレクションだ。その大切なコレクションは手放してもいいのか。手放すのは惜しいが、さらなるかわいこちゃんが俺を呼んでいるのさ。へりくつだ。それにしてもここはガラクタ屋だな。売れてるの？さっぱりだ。そうだ、この間の礼がまだだったな。そいつはお前にやるよ。いらないよ。俺だったらもっとマシなものくれよ。いいじゃねえか。盗賊がタダで物をやるなんてめったにないことなんだぜ。いらねえって。もらっとけよ。おいおい、勝手にはめるな。なるガルス様。ああ、気高きバロー様、お二人の勇姿を一度に拝めるなんて、これ以上の幸せはないわ。ガルスとバローって有名人なの？お前知らなかったのか。だったら教えてやるよ。旦那たちはな、英雄なのさ。英雄？10年前のことだ。当時はまだ世界樹が健在でな、世界の秩序は守られてた。ところが世界樹を破壊しようっていう邪悪な奴らが現れた。そいつらから世界樹を守るために戦った勇者、それがあの旦那たちってわけだ。父さんと同じだ。その頃の旦那たちは大の親友だったそうだ。え？戦いの最中、人間族が裏切って世界樹を破壊しちまった。バロー、疑心暗鬼になった旦那たちは他の部族を信用しなくなり、いつしか仲たがいするようになったって話だ。ガルス。レアアイテムでも探しに来たか。貴様には関係ないことだ。ガルスとバローが親友。レアアイテムは手に入らなかったが、いい買い物をした。綺麗な部屋でこそ仕事もはかどるというもの。ブー
ンス。こいつがあればレアアイテムなどいらん。感じるぞ、わしの筋肉がパワーアップしてくの。負ける気がせん。いつ何時何人の挑戦でも受けて立つ。あ、親友同士がいがみ合ってるなんて、なんだか悲しすぎるぜ。お、なんだ。我は魔法の腕輪に宿りし魔人。魔人？何時に常人をはるかに超えた力を授けた。その力、何時はどう使う？おい！せっかちだな。俺は魔法なんかで強くなったって嬉しくないのに。マジかよ。アルに腕輪を持たせて正解だったぜ。額にこすりつけりゃよかったのか。そうと分かりゃ隙をついて奪い返してやる。おお。